写真手に入れたまるや君の元へ、グラスの底に書いた彼女のストーリー。出会ったスポットライト、僕は見たいんだ君の姿、見ぬ君の虜さ、君が主役昔々あるところに、シンデレキという、それはそれはかわいそうな娘がおりました。意地悪なママ母と姉たちに、シンデレキは一日中、掃除や洗濯をさせられていたのです。よいしょ、よいしょ。ようやく窓拭きが終わったわ。次はお皿を洗わなくちゃ。いつものように、シンデレキが家の仕事をしていると、何？まだ掃除終わってないの？2番目の姉のミアがやってきました。ミアは意地悪な猫のような目で言いました。相変わらずグズだね、シンデレキは。これが僕の妹だなんて思いたくないな。食事の支度もまだのようね。あなた、私たちを飢え死にさせるつもり？一番上の姉、チェリーです。彼女は同じ空気を吸うのも嫌とばかりに、扇で口を覆います。すみません、お姉様たち、今すぐ作りますから。シンデレキは慌てて炊事場に向かいましたが、扉のところで大きな体に弾き飛ばされてしまいました。嫌だわ。私のお花のドレスが汚れちゃうじゃないの。シンデレキ、あんたって本当にノロマでグズな亀なんだから。ママ母のシャドウが大きな体をゆすって言いました。すんません、お母様、すぐに食事の支度をしますから。まあいいわ、それより馬車の支度をしてちょうだい。出かけるんですか？今夜はクレイジーロック城で舞踏会があるのよ。なぜだかわかる？お母様、それってランガ王子がいらっしゃるの？ランガ王子って確か雪の国の？そう、淡雪の王子ランガ様よ。ランガ王子は S の舞踏会で結婚相手を探されるそうなの。 S！ 行きたい行きたい。あんたなんて相手にされるわけないでしょ、アホが。アホ？ランガ王子と結婚すれば富、権力、名声が思いのままよ。悪くないな、チェリーね。ランガ王子が豊島好きだといいわね。なんですって？やっぱり若さにはかなわないんじゃないかな。僕の方がお肌だってほら。乳臭い小娘が、大人の魅力ってのを教えてあげるわ。生き遅れのおばさんが。披露宴には呼んであげるから、そこで男探しなよ。やめなさい。あんたたちは二人とも私に似てとても美人よ。似てる？お母様に？ないない、死んだお父様に感謝しよう。どういう意味よ。夜になり、意地悪なママ母たちはお城に行ってしまいました。ですが、かわいそうなシンデレキは連れて行ってもらえません。仕方ないわ、服もボロボロだし、それにスケボーを持ってないもの。だからって諦めちまうのか？そこに現れたのは、筋骨隆々としたフードの男でした。誰？俺か。
俺の名はジョー。通りすがりの、なんだと思う？さあ。この、鍛え抜かれた筋肉を見て、わからないか？戦士？外れ！じゃ、ないと？よく見ろって。ほら、この力こぶ。わかった。武闘家だ。魔法使いだよ。筋肉全然関係ねえじゃん。行きたいんだろう、クレイジーロック城。それ行きたいけど、でも…スケートなら、俺が魔法で出してやろう。マジで？俺魔法って見るの初めてだ。マッスルスクワット。はいはい。なんでスクワットなの？これが俺のマッスルマジックだ。それ本当に魔法なのかよ。お前もやるんだよ。俺も行くぞ。はい。マジか。はいはいはい。シンデレキは魔法使いとスクワットを続けるうちに気持ちが高ぶっていきました。それはそれは不思議な一体感と恍惚でした。ファイヤーマッスル、ファイヤー。よーし、来た来た、マッスルパワーが溜まってきたぞ。マッスルマジック。うわー、本当に出た。しかもガラスでできたスケボーなんて初めて見る。かっけー。くれてやる。そいつを履いて城に行くといい。本当に？やった、これでエースができる。できるんだ。あ、でもやっぱダメだ。お城に行くには許可証のステッカーがいるんだ。仕方ねえな。よいしょっと。なんで脱いでんの？魔法使いが力を込めると6つに割れた腹筋が隆起していきます。マジックシックスパック。なんということでしょう。魔法使いのシックスパックから4頭の馬と1台の馬車、許可証のステッカーが現れました。マジかよ。筋肉に不可能はない。いや、そこは魔法って言ってくれ。だが気をつけろ、今出したやつは0時になると消えちまうからな。わかった。何から何までありがとう、マッスルマジック城。頑張れよ。こうしてシンデレキはガラスのスケボーを手にクレイジーロック城へと向かったのでした。着飾った女たちが王子様が現れるのを今か今かと待ちわびておりました。おお、お見えになられたぞ。あれがランガ王子か。見て、あの髪、あの瞳、まるで雪の妖精みたい。王子、ランガ王子。何、スネーク。違います、侍従長とお呼びください。ああ、そうだった。本日は王子のお披露目です、皆に挨拶を。ランガです。終わりですか？え？じゃあ雪の国から来ました。終わりですか？ダメですか？ダメです。なんか随分ととぼけた王子様だね。きっと時差ボケか何かよ。ありがとな、お前たち。ここからは馬車入れないんだって。クレイジーロックの麓に着いたシンデレキは馬車を降りて坂道を上がっていきます。あのガラスのスケートをしっかりと抱いて。起きなさいよペース。王子は安泰のもんよ。なんだこの声、なんか様子がおかしくね。この武道会のルールはたった一つ、ランガ王子を捕まえること。そのためなら乱闘妨害何でもありなのです。やりやがったな。なんだこりゃ。確か舞踏会って舞踏ではなく武道会。お城で行われるのは戦う方の武道会だったのです。はぁ、あ、
ここからは私の独壇場ね。どきなさい小娘ども、ホイモンさせばな。お母様、何参加してんのよ。あんたたちがチンタラしてるからよ。さあさどきなさい、引き殺すわよ。母親といえど手加減はしませんわ。カール、泣き菱。まだまだあんたたちには負けないわ。スケーターとしても女としてもね。おわー、王子様、なんか王子危ない。化け物みたいな女が後ろから。誰が化け物だ。バムバムバム、王子様、私のものに塗りなさい。大きな手が王子に迫ります。危ない、ランガー王子。なぜ知って。次の瞬間、ランガー王子は高々と舞い上がり、悠々とシャドウをかわしてしまいました。その優美で華麗な姿といったら、なんて高さなの。これがランガー王子のスケート。王子様素敵、ますます好きになってしまったわ。お待ちになって。着地したランガー王子に次々と女たちが襲いかかります。しかし誰一人ランガ王子を捕まえることはできません。風のように坂道を滑り降りていきます。なんて速さなの。僕が追いつけないなんて。あれ、みんな気がつくとランガ王子は一人ぼっちになっていました。雪の国にいる時も、そしてこの国でも、ランガ王子は一人ぼっちでした。同じだ、この国も。どいてどいてどいて。え、悪い、大丈夫か。なんとか。ランガがぶつかったのは、遅れて会場に現れたシンデレキでした。ですがシンデレキはランガが王子だとは気づいていません。なんだよ、お前だけか。もしかして道間違えちゃったとか。綺麗だ。は？ガラスでできたスケボーなんて初めて見た。あ、このスケボーのことか。うん。いつまで見てんだよ、滑ろうぜ。俺と他に誰がいるんだよ、ほら。お、シンデレキがランガ王子の手を掴んで引っ張り上げました。その手は雪の国から来たランガ王子にはやけに熱く感じられたのです。なんかお前つまんなそうだな。え？せっかく滑るんだからさ、楽しく行こうぜ。そう言ってシンデレキは滑り始めました。それは完全に自己流のめちゃくちゃな滑りでした。けれどよっ君、とっても楽しそうに滑るんだね。大好きだからな。大好き。お前だってそうだろ。スケートは無限大なんだからさ。バランスを崩したシンデレキの手をとっさにランガ王子が取りました。調子に乗って振り返ったりするから。マリ、助かった。どういたしまして。シンデレキが笑うとランガ王子も笑いました。すると、なんということでしょう、二人の足元にキラキラと輝く氷の道ができていくではありませんか。これは氷の道。面白い。シンデレキとランガ王子は氷の道を二人で滑り降りていきます。月明かりに輝く氷と二人の姿は幻想的で美しい絵のようでした。見て、あれ、何なの、魔法？わからないけど、でも二人ともすごく楽しそう。つまらなそうな顔をしていた王子様はもうどこにもいません。王子の笑顔はとてもキュートで、見ている方も思わず笑顔になってしまいます。やるじゃん、君もね。
お前いい顔になってきたぜ。うん、楽しい。こんな楽しいスケート生まれて初めてだ。終わりの金だ。何それ。この国じゃ一日の終わりになるんだよ金が。つまりあれが鳴り終わったら日が変わるってこと。あ、そうだった。魔法が解けちまったらここにはいられねえ。どうしたの。悪い、俺もう行かなきゃ。え、でもお前と滑れてすげえ楽しかった。じゃあな。待って。行っちゃった。名前聞けなかったな。あれ、これはランガ王子が拾い上げたのはシンデレキが履いていたガラスのスケボーでした。クレイジーロック城での S から一週間が経ちました。シンデレキは今日も姉たちに押し付けられた家事をやっています。時折。楽しかったなあ、あいつとのスケート。でももう。ランガ王子とのスケートを思い出しては、ため息をつくのでした。なんなのよ、くらいはね。ため息つきたいのはこっちよ。女王になり損ねたんだから。お母様本気だったんだ。ああ、王子の心を奪った女がいるというのは本当なの。悔しい。私の富、権力、名声がライスシャワーにまきびし混ぜてやる。でもまあよく考えたら僕まだ結婚とか早いし、チェリー姉はそろそろ結婚した方がいいと思うけど。シフ急です。いやー、ミアリエちゃんって顔に字を書かれただけか。必殺技みたいに言うから焦ったわ。一旦口から出た言葉は四頭立ての馬車で追いかけても追いつくことはできない。言葉は慎むべきだという意味だ。回りくどい。こんなんだからいつまで経っても嫁のもらい手。麻生製法。チェリー姉が切れた。実の母親に手をかけるなんて。死んでないわよ。銀河王侯妖刀クリク弱肉強食焼肉定食焼き肌農業無農薬野菜。関係ないの混じってるだろう。それくらい怒ってるってことでしょ。その頃クレイジーロック城ではランガ王子が消えてしまい、大変な騒ぎになっていました。まったく王子は何を考えておいでなのか。いつもぼーっとしててよくわからないお方ですから。いくらお城を探しても見つからないはずです。ランガ王子は侍従長のスネークと町へ来ていました。王子、本当に探すつもりですか。うん、あの子とまた滑ってみたいんだ。ですが相手の名前も居場所もわからないのでは探しようが。顔くらいは覚えてますよね。変な顔だった。王子、いい方。ユニークな顔だった。まあいいでしょう。しかし手がかりがそれだけでは。手がかりならあるよ。そう言ってランガ王子はあのガラスのスケボーを取り出しました。一緒に滑ればわかるはずなんだ。こうしてランガ王子の人探しが始まりました。娘のいる家を訪れてはあのガラスのスケボーで滑ってもらうのです。しかし違う。乗れましたわ王子。残念だけど。どうやって乗るのかしら。お騒がせしました。どの娘が乗ってもあの氷の道はできませんでした。もう日が暮れます。今日はこのくらいで。でも王子、あと一軒だけ。そう言ってランガ王子が指さしたのはシンデレキのいる屋敷でした。まあ、ランガ王子、私どもの屋敷を訪れていただけるなんて。王子はこちらのスケボーに乗っていた娘を探している。ここにお城の S に参加した娘はいるか。私ですわ。
確かに変な顔だ。違う、多分。何よそれ。うん、とにかく乗らせていただきますわよ。お待ちください。あの夜王子と滑ってたのは私です。チェリーね、抜け駆けはなしだよ。あんたたちは引っ込んでなさい。ここは母さんが。王子様にだって選ぶ権利があるよ。ここは確率の高いものから行くべきだ。じゃあ私じゃない。どこから来るのその自信。王子様、私です。覚えておいでですよね。おお、ずるい。順番守りなさいよ。若い順に並ぶってのはどう。美人が先に並ぶに決まってるわ。だから何なんだその自信は。待てよ、ガラスのスケボーの持ち主はそいつじゃないぜ。え、怪しいやつ、何者だ。俺か。俺は魔法使い小次郎。知り合い。あんたが生まれる前お隣に住んでたのよ。魔法使い小次郎、お前ってやつはなんで俺の邪魔ばかり。それはこっちのセリフだ。うちの大鍋にムカデなんか入れやがって。入れるだろ魔法使いなら。あれはシチューの鍋だったんだよ。お前だって迷いの森から帰るために俺が撒いていた豆を全部食いやがって。アホが。黙れ陰険メラリー。人間の言葉を喋るな脳筋ゴリラ。やめなさい王子様の前よ。もういいでしょう、ランガ王子。最初からそんな娘はいなかったんです。いたんだ本当に。帰りましょう。でもどうしても諦めきれないランガ王子の視界に、奥で掃除をするシンデレキの姿が。向こうで掃除してる子は？え？いやですわ、王子ったら。末の娘なんですけども、みっともなくて、とても表に出せるような子じゃありませんのよ。しかしもう、ランガ王子は、ママ母の言葉を聞いていませんでした。シンデレキにまっすぐ歩み寄っていきます。その迷いのない瞳。いい。とてもいいよ。君。すいません、今拭き掃除が終わったところで。やっと見つけた。なんでお前がここに。まさか王子ってお前だったのか。シンデレキはようやく気がつきました。自分が滑った相手が雪の国のランガ王子だったことに。君、名前は。シンデレキと申します。一緒に乗ってくれる？ランガ王子が優しく手を差し伸べます。シンデレキはその手を取り、そっと右足をガラスのスケートに乗せました。すると、なんということでしょう。あのキラキラ輝く氷の道が現れたではありませんか。これは、やっぱり君だったんだね、シンデレキ。シンデレキが王子の探してる娘だっただって。嘘でしょ。穴口よしや。驚きすぎてキャラ変わってんぞカオル。ランガ王子、あの、俺を見つけてくれてありがとう。二人はこうして再び巡り合うことができました。二人の前に続く氷の道はまるで雪の国へと続くウェディングロードのようです。ランガ王子は優しくシンデレキの手を引いて、二人は末永く幸せに。うわぁ、させないよ。え、誰。よく聞いてくれたねランガ王子。はっ、うわっ、空からなんか降ってきたわ。誰だよあんた、仮面なんかつけて。でもあの仮面知ってるの、レキ。かっこいい。はぁ、レキの目腐ってんじゃないの。下品な仮面だ。心外だな。ビリデバビデブー。うわぁ、二人に悪趣味な仮面が。ふぅー、ガーゴン。まさかあの仮面は悪逆皇帝アダム。なんだよそれ。この国のかつての王です。聞いたことがあるわ。暴虐の限りを尽くして追放されたって。兵士たち、ランガ王子を守れ。久しぶりだな、犬。犬？その男はもともと私の家臣なんだよ。さあ犬、ランガ君をさらってこっちに来い。頭が。忘れてはいないんだろう、私に刻まれた犬の記憶を。なんか後ろから首を出してきたぞ。スネーク？
何か苦しみ始めた。ただし、ウォン。え、申し訳ありません、ランガ王子。ウォン。あーれー、王子が侍従長に連れ去られたぞ。さあ、ランガ王子をこちらへ。させないわよ、王子は私と結婚するんだから。今行くぞ、マッスルランクソ。仮面が邪魔だ。相変わらずアホだな。そんな魔法より走った方が早い。君を迎えに来たよ、ランガ君。さあ、僕と踊ろう。わー、まわる。待て、アダム、ランガを返せ。レーキー。諦めるな、シンデレキ。俺とのスクワットを思い出せ。アホ魔法使いはすっ込んでろ。俺が王子を助けて玉の輿に乗る。王子様、私を見て捕まえて。お母様は下がっててよ。僕が王子様を助けてハッピーエンドだ。ああ、楽しいな。ランガ君、ほら、もっと回って回って。回る、ルー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 。こうしてアダムとランガの二人は、それはそれはラブラブな滑りで、周りのクソ雑魚どもを滑り潰し、いつまでもいつまでも幸せに滑りましたとさ。おしまい。じゃねえよ、行くな、ランガ、行くな。待て、ランガ、行くな。ああ、お兄ちゃんまた七日たちに絵本読みながら寝ちゃったんだ。もう、シンデレキは俺だ。何の夢見てんだろう。